菊井翔子です。東京ディズニーランドに来ています。今回もですね、アナとエルサのフローズンファンタジーを特集していきたいと思います。今回はなんとこちら、シンデレラ城を舞台にした夜のエンターテインメントを楽しみたいと思います。でもその前にちょっと小腹が空いてきたので、スペシャルなディナーを先に食べてから行きたいと思います。それじゃあ早速行ってきましょう。こうクリッターカントリーの方へ来てみました。はい、続いて お目当てのお店がですね、こちらです。グランマサラキッチンです。こちらではですね、アナとエルサのフローズンファンタジーのスペシャルメニューが食べられるということで、早速行ってきたいと思います。アナとエルサのフローズンファンタジーのスペシャルセットがやってきました。見ても見た目色とりどりで華やかで可愛いですよね。ちょっとこれを見て何か気づくことないですか、阿部さん。こちら、このミートボールもこのシュークリームも映画の中に出てくる谷に住むトロールをイメージしてるんですよ。このシュークリームなんかそのままじゃないですか。食べるのちょっともったいないけど、いただきたいと思います。いただきます。うん、トマトの酸味が程よく効いてて、しかもあの上にこの白いクリームがサワークリームなんで、こうすごいさっぱりとした印象のミートボールです。あ、もうまさにトロール。うん、うん、結構一口サイズの大きさなのにクリームがしっかりと入ってますし、うん、あ、はーい。ワンスアポンワンタイムスペシャルウィンターエディションが始まろうとしています。始まるよ、始まった。やばい、来た。わー、花火がいきなり上がった。ティンカーベル、わー、すごい。シンデレラ城一面にプロジェクションマッピングが。あ、ピノキオ。ピノキオ。あ、かわいい、ダンス踊ってる。わあ。生まれて初めてが流れ始めました。すごい綺麗だな。
ということで、本日は東京ディズニーランドでレポートさせていただきました。でもご飯もとびきり美味しかったんですけれども、やっぱりワンサーポンアタイムのスペシャルウィンターエディションですよ。もうたくさんのディズニーキャラクターが出演するんですけれども、今だけアナと雪の女王バージョンが見られるということで、皆さんぜひ東京ディズニーランドに遊びに来てくださいね。ありがとうございました。バイバーイ。